なんかすごいでマジで、うん、はい、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、おつゼロおつゼロ来てよ、おつゼロさん、はい、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。タイミング的にちょうど8時やん、つけたタイミング、うん、皆さんのね住んでいる地域はどうですか、台風の当たった台風、大雨のね、うん、大雨のどう家がね浸水しそうやとか、やばいよてんちゃんで流されそうとかなってない、タコシゼロは見てたんだろうで、見てましたね、うん、完全に見てました、暇やったんで、ってことでね転校しますね、ゼロリス転校だ、見てたんか、 ラジオ感覚でね、うん、いらっしゃいいらっしゃい、ブリッジさんいらっしゃい、タバいらっしゃい、はい、ランちゃんいらっしゃい、メグちゃんいらっしゃい、チェリコさんいらっしゃい、ミモトさんいらっしゃい、他いてない、あー、いらっしゃいいらっしゃい、来てよ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 、うん、おいでよ、俺もタイトル変えようかな、これこれから連絡来たて、まだ俺のが信憑性あるやろお前、やってるのか思うよたまに、いらっしゃい、残念ながらゼロワンのエストラマイキリストにタイミング悪かったらつけるタイミングが、でも ガチで来れたんさんね、連絡取ったことあるよ何回か、うん、これ嘘、冗談抜きにね、リアルに普通に LINE したら帰ってきたもんな、まあ、LINE の帰ってくるペースってトントン拍子で帰ってくるから言ったら帰ってきへんけど、これこれが把握してる不安主は、ゼロワンパルパル政治の3人でしたで、おでは、おでは、一応認知されておかしいんだよね、うん、一応認知されてると思うんやけど、おでは知らんて、ふわっちの配信者のうせやろ、俺一応電話したんだ、電話した中なんですけどね、はい、いらっしゃい。いや、今からね、これまだまだひどくなるらしいで。むちゃくちゃひどくなるらしいで。いや、岩ちゃんはないやろ、さすがに。さすがにそこまで認知されてへんやろ。そう、俺は、一応 YouTube のアーカイブに残ってるんで、これこれさんの。アーカイブ残ってるんでね、どんなことで取り上げたのって思った方は YouTube 見て、一回。これこれさんで知った人か言うて、流れてきた人結構おるで。マジで、うん。あ、これこれさんの配信見てから来ましたみたいな。ブロック解除しないのか、何時までブロックする気だよって。解除命令出てるよって。そんな命令一切無視やな、こっちお前。はい、こんばんは、いらっしゃい。いや、こんな時に泳いでバンなるわ、普通に。待ってた？おでの配信。どう？待ってました？タイトル変えたいな。これこれから連絡来たパート数。はい、いらっしゃい。めぐちゃんいらっしゃい。めいこさんいらっしゃい。さっきおった現場よりかは、はるかにひどい。今ね。さっき、おったところよりに、ね、今、現在地ね、玉川駅の近所やけど、めちゃくちゃ、やばい。すごいやろ、雨の音がどれぐらいかっていうぐらい、それぐらいすごいよ、何やお前、停車や停車お前で、今からね、もう玉川駅までもすぐの距離なんやけど、ちょっと一回通ってんけどさ、駐車場がないねんな、うん、駐車場が、玉川駅の人って宿つ
ちゃう。駐車場あんの、玉川駅の近辺で。ねえ、タコチにもこれから連絡来たの？事件やよって。あ、来ましたよ。うん、もちろん、もちろん来ましたよ。来れたでしょ。いや、箱では電波入らんな、絶対。そこ、昔、チャリ旅で箱で行った、箱根峠行ったけど、電波入らんかったもん、そこ、全然。てっぺんとかな、箱根峠のてっぺんとかも、あんま電波入らんかったな。メンシップで1万人って月いくら入るんやろて。まあ、1人500円だら、その場合やんな、500万だよ。1人500円だら。メンシップ1万やの、1人500円の500万やな。え、あるよ、チャリティあるよ、マジで下積みな、その時、うん、下積みじゃない、閲覧30でチャリ旅、一生おすすめ規制のアカウントで閲覧30でチャリ旅、死にかけたよ、マジで、うん、700円の700万円。で、東京から大阪やで、その時は東京、大阪のあの池袋スタートの大阪の梅田ゴール。はい、こんばんは、うん、マティア、もうそのあの時マティアスのチャリンコで、あの小さい三輪車な、普通にチャリンコ越えとても、あの高校生の子にね、シューって抜かれるよ、ビューって。あの高校生であのチャリンコで通勤する子おるやんか、まあ、ああいう高校生の女の子に普通に抜かれる、シューって。それぐらい越えても越えてもね、進めんチャリンコでチャリ旅しようとだな。まあ三輪車みたいなやつ、チャリ旅リアドツ行きました。え？そう、あのチャリ旅やって、チャリンコやってよ。126番さん。じゃあめちゃくちゃあれ古いんじゃない？結構古いよね。あれ。いや、もうしたい思えへんあれ。リアドツ来た人って何人おったかな、あの時。嘘に決まってるだろって。ほんとかもせえへんけ、お前。その女の子は嘘じゃないと思うけどな。ほんまに来たの、リアドツ。何人か来てんねん、リアドツは。ほんまにチャリンコの差し入れとか。もう移動するか、ちょっと。ああ、わかったもん。わかったわ。うん、おと、ポコチン。ポコチンですな。わかったわ。うん、林会長がやっぱ八丁寺のとこおったで、別にええやん、もう。じゃあ行きますね、現場、早速。じゃあね、170台数ね、現場出発します。170年生出発します。行くよ、はい、ナイスは01チャンネル。うちも欲しいね、ナイス。今月は、まあ、今日はね、めちゃくちゃ稼がしてもらったからな、ええ年月は、ちょっとナイス欲しいよね、まあ、外も歩くよ、もちろん当たり前やん、そんな。今皆さんね、多摩川の状況がどういう風な状況なんてかちょっと分からへんからさ、東京都民からしたらね、大心配よ、これ、ひょっとしたらね、うちの家流されへんかなって。しかも今回ね、皆さんなんて言ったって一番危険な場所な、多摩川の一番危険な場所に来てるから、なんでかって言ったら今から説明するけど、川ってね、これ東京湾に向かってこう流れてるんですよ、ぐーってね、こういう風な感じで、こっちが上流でこっちが下流ね、こう流れてるんやけど、
普通にまっすぐ流れてる分には氾濫しにくいんですけど、ここ土地うねってるでしょ、川って、多摩川って。でこのうねってるポイントが一番やばいんよ、うねってるポイントが。なんでかっつったら、やっぱカーブなったら水の勢いってそのまま来るからさ、そのまま突き抜けるわけよね、ボーンって。だからこういうところが一番氾濫しやすいよ。例えば堤防があっても堤防事件ですよ、もう救急車バンバン鳴ってるよ、救急車がバンバン鳴ってるよ。そうそう、水の勢いがそのまままっすぐじゃなくて一回ここでカーブするからさ、どうしても。だこの辺が一番決壊しやすいよね、この辺が。まあ言うたらこの辺もやな、言うたらこの辺ね、この辺 OK。 でその一番危険な場所に私は今来てます。ドン。もうそこよ、もうそこよ、もうここ、もうここ近所よ、この近所。ちなみにね、まあ、こんな地図見せてもあれなんやけど、たかしゼミの事務所でもあるね、フローレ三国ヶ丘がね、ほんまその曲がってるとこ近所なんよ、俺んちの家がね、フローレが。でそこの近所に大和川って川が流れてるんやけど、もうそこがむっちゃ危ないよ、ワンチャンだから冠水の恐れあるよね、サッカーやばいらしいだから。でそれがニュースに載ってるらしい、今知ってた、もう浜線止まるやろそんな、フローレはワンチャンだから床下浸水ね、いやでも東京もこれからやろ、まあ、聞いた話ではもう、まあ、晩の11時前後がもうクソやばいらしいで。俺もねこれ岸名さ、あの配信街で、まあ、とりあえず移動してんけど、雨めちゃくちゃやばいで、マジ前見えんかと思う、あんた2階やから大丈夫やろって。いや、まあ、俺んち2階やから大丈夫っちゃ大丈夫かもしれんけど、分かれへんや、その川の水域なんか。あ、電車動いてるんや。便水は間違いなくあれっすね、便水は間違いなく床下浸水で流されるね、絶対流されるあそこ、だって便水ってほんま川のすぐそばやもん、便水は。なんか俺東京ってよかったよね、まだマジで。こんな大雨の日にのこのこ便水買いに行って配信したら俺流されるで、ほんま。玉川のほんま近所やで、あの玉川駅あるでしょ、玉川駅のすぐ近所。ちょ行こうか、これあかんわ、現場行くわ。で現場までもう153号さん絡み酒本部に今日は、あ、絡み酒本部投げてあげて、無料アイテム、投げてあげてもいいよ。じゃ行くよ、現場まで多分7分ぐらい着くんやけど、俺もこの辺の地理があんま詳しくないからさ、駐車場もどこ止めていいか分からへんしな。どこ止める車、怖いわもう。やばいやばいやばい、もう やめてよ、もうすごいよこれ勢いが。下手したらね、皆さん機長さんが東京に帰ってこられんかもせんよ、大雨で。新幹線止まってるやろ、新幹線も、新幹線止まってるから、もう帰ってこられへんもんな、もう。今日だけじゃなくてね、明日も配信休むかもしれんで。
下手したらね、大雨で SOS 配信してるかもしれんよ。すげえわ、やば、前見えへん。お前これでお釜掘ったらお前あの世界一上手くなるからね。あと6分ね、現着まで。その間暇やったらね、ナイス押してね、みんな、ナイス。お願いします。これどこなんこれ。現在地がね、皆さんね、ただいま、田園調布警察前かな。田園調布警察前ってとこ。知ってる？田園調布リスナーさんいてる？田園調布リスナー、田園調布警察署前、リアタツ OK ですよ、リアタツ OK。 あ、これカンパチになるんやな。これ左行ったらどこ行くの？これ左行ったらこれどこ行くの？これえらいとこ来てもだわ、ほんま。そうっすね、カンパチ越えたらちょっと行ったらもうあれかな。うわ、すげえわ。止めよう車。ええとこある？わからんねんけど。あんた川に近づくなんてニュース言ってるぞ。でどこの川それ、どこの川近づいたかんの？多摩川 OK でしょ。多摩川行ったらあかんの？うちは玉川ちゃうすよ。うん、電柱近くでドンつく電柱リスナーさんね。あ、そうなんや、マジで。あ、どう、まあ俺の配信聞きながら、ね、来たらあかんすよ。うん、ねちょ待てよ。なんか岸なにな、結構大きい橋があってんな。結構大きい橋は。やばないこれもう。これさ、俺今思ってんけど、シャンプー配信何おもろいのこれ。大雨のシャンプー配信、何が面白いの教えて。いや俺にはこの大雨のシャンプー配信が、あー、どんつく、ありがとう。車は綺麗なのけどな。シャンプーリベンジ、シャンプーリベンジとか、シャンプー、何が面白いのシャンプー配信って、マジで、ま、めっちゃ疑問やね、うん。面白いの配信さんが、あ、雨でシャンプーは、してる配信ってみんなやってるくない？もう一番やったらあかん配信俺やってるからね今。ちょっと待って、もう全然分からん、やばい道が。これまっすぐ行ったら玉川やねんけど、とりあえず車止めなあかんから。これ見える？これ玉川ね、目の前、目の前玉川ね。どこ止めたらいい？これ車
わかる、わかる人にわかる。あ、ここかって、丸香橋ってとこ、うん、この辺やめとけ。なんで、とりあえず車邪魔や、車止めたよね、うん、止めるとこない。 どっち行ったらいいのこれ。じゃあまっすぐ、あ、そうな、駐車場ないのか。例えば路側帯にポロッと止めれるところがないの。ドンツクアラーさんに、ね、ありがとうね。丸し、ちゃうちゃう、丸小橋ってとこ、丸小橋今、新丸子、丸子じゃなくて丸子、橋の名前は知らんけどな、うん、傘あるんか、配ってなくなってないんで。いや傘、あのワンチャン1個ある。とりあえず行っていいんかな。ダメな、どっちなこれ。止められへんやん、これどうしよう。土手沿いにパーキングないん。土手沿いに、あ、これはでもええ方向行ってるわ。ちょうどあの腕の方向に行ってるからちょうどええわ、方面で、うん、駐車場ない？どっか。ちょうどこの辺がな、ベスポジやねんけど、あ、直った。直った。電波がちょっと途中でね遮断されるからな、うん、でこの辺がちょうどねうねりポイントなんやけど、今おるところがね、あ、OK、
あ、今月もダンスクラス来い。あ、ありがとうね、いいちゃん。ダンスか。今ちょうどこの辺、この辺どうなん？あ、神奈川めっちゃやばいんや。今それほどでもないんやな、こっち。この辺が一番 やばそうやな。ただこの辺で車止めやなかよね、車を。どっか乗用車を。あるんかな、駐車場。ちょ、探すわ、駐車場。なかなかなさそうやもんな、こういうところ、パーキングは。駐車場。玉川グランド駐車場ってこれ7メートルこれ閉まってるもんな、うん、営業時間400メートル先タイムズ田園調布開いてんかな、これ。あ、あるあるわ、あの田園調布の駅、玉川駅にあるわ、そっち行こうか。こっから2分のところに駐車場、そっち行こうか。ほんまこれ曲がるな。行くよ。右やな。え、登るのこれ。登るのこれ。金持ちの家っぽいのが結構あるな、こう。これ左でちょっと行ったら。歩くなこれ。あ、あるわあるわあるわ、空いてるわ、ここ。止めるか。30分100円というね、格安価格。ここの駐車場は玉川駅のすぐ近所ね、うん、覚えといてよ、ちゃんと。玉川駅の近所ね、すぐ。
ケー、着いた。泳がんもん、絶対こんな。あ、新幹線止まってんや、マジで。俺も初めて来たな、ここ人生で。電車上止まってるわ。